ちなみに一個面白いやつだったのさ。俺ね、この前 YouTube 見てて、俺さ、ヒカキンの顔気持ち悪い、ヒカキンの顔気持ち悪いって言ってんじゃん、いつも。でね、たださ、褒めてるじゃん。あんな気持ち悪い顔で、多分いろんな劣等感を抱いてね、すごいコンプレックスあったと思うんだよ。それで頑張って売れて、あいつすげえって俺よく言うじゃん。だ顔気持ち悪いじゃん。でね、たまたま YouTube 見たら、え、なにこれヒカキンより気持ち悪いやつがいるってバーって見てたらヒカキンのお兄ちゃんで。俺別にそういうヒカキンのお兄ちゃんだから気持ち悪いと思ってたわけじゃなくて、なんていうの、たまたま出会ったの。そんで俺違う。だから、恋した女、こんなさ、60億いる人間いるじゃん。60億人人間がいるのに、たまたま恋した女が若い頃に生き別れた兄弟ぐらいの確率じゃん。なにこいつ超気持ち悪いっつって、今度放送でネタにしようと思ってバッチさん見てたら、ヒカキンとコラボして、仲いいなと思ったら実の兄ですって書いてあって。あいつら応援していこう。正式にヒカキン一派になるわ。俺が、この、屋台こそ支えていこうぜ。俺たちが支えてやんないとダメだと思うよ。もうこれは俺の責任で、俺の直感がそういった。俺が柱になる。あ、結婚してるんだ。よかった。たまたまだよ。たまたまだよ、本当に。え、なにこれつって、見てたの。YouTuber ってみんなかっこいいじゃん、売れてる奴ら。みんなかっこいいの、上から下まで。若い子にはモテそうなの。なにこれつって。ゲテモノ、あのさ、自分のおならの匂いとか、ケツの匂いとか嗅ぎたくなっちゃうじゃん。臭いところ、ああ、見たくない、なんか見たくないけど見ちゃうって見たら、セイキンってやつだった。セイキン。名前もよくない？セイキン。セイキン。なんか俺も、あいつらの便所掃除から鍛えてもらおうかな。いや、彼らが抱えるコンプレックスってすげえと思うんだよ。俺ほんと頑張ってると思うんだよ。セイキンと。ヒカキンより俺セイキンの方がいいな。もう乗り換えた。あらしオープニングがめっちゃいいんだよ。ヒカキンの丸パクリなの。セイキン TV、セイキンミュージックみたいな感じで始まるのね。いやいや、お前、弟におんぶに抱っこじゃねえかよみたいなさ。俺ま、あ、じゃ、だらけさ、あれの俺バージョン作ってさ、あ、俺今度から YouTube に上げるだけ毎回それつけるわ。なんか頼むわ。あそこ丸パクリして。音階変えればバンされねえから、丸パクリしよう。顔を俺の顔にして、歌詞変えて、音程変えて、あれで行くわ、しばらくは。染まる。YouTuber に。ちょっと YouTuber に染まってみる。俺、セイキンを目標にこれからやっていくわ。初めて目標になる生主ができた。俺、セイキンみたいになりたい。応援してくれるよな、みんな。俺がセイキンになっても。俺、セイキンっていうな、セイキンを目指して YouTube でやっていこうと思います。え、カトキンじゃない。俺、セイキン。セイキンみたいになりたい。あいつ面白いのか。全然面白くないよ。じゃあ今日は、ガチャガチャを回してみたいと思います。マジでお兄ちゃんガチャガチャだってです。バカ、これは当たりだ、光るひよこだつって、ブンブンっていう感じで、なーにも面白くないけど、俺は正規を目指す。俺もそういう動画撮りたい。自分でガチャガチャ作ってみたみたいな。もう俺マジで今セイキンにハマってるからね。俺最近セイキンの動画しか見てないから、自分の YouTube 見ようと思ってバッて開くと、全部セイキン TV で、おすすめセイキン TV みたいな感じで。クソ埋まってるからおすすめに。で俺がさ、YouTube 見ながら寝ると、スキップスキップで、俺だからセイキンの声を子守歌に寝てるからいつも。うなされる、あの顔が夢に出てきて。こんだけセイキンダメだろ俺と。42くれえだろ、あれ、おい !42 くれえだろうがよ。え、友達になろうぜ、セイキン。セイキン友達になれる気がするんだよな。あいつ面白いわ。あいつ面白い、ほんとに。久々に面白い YouTuber 見つけたわ。本気で。結婚してるんだ。じゃあなんかちゃんと、そういうどこ、いや、ヒカキンとさ、セイキンってさ、
みんな正規じゃないと思うけど。なんかもう全国、俺がもう正規の動画見すぎて、そいつがもうみんな知ってる程度話してるけど、あいつらさ、まじ、なんか、まっとうじゃない？すげえ。気違いしないじゃん。安心して見てられない。なんか、うまい感じで取り入れたいんだよな。そういう要素を。安心して見てない。子供も安心して見れるし、大人も見ねえけど、正規の動画なんて。俺ぐらいだ。多分俺最年長だぞ、正規ファンで。みんな絶対小中学生なの。俺最年長。全然コメントのノリも合わねえ。サブアカ作って正規応援してんのに。正規頑張ってーつって。ユキっていう名前で俺よくコメントしてるから。ちゃんと YouTube のアカウント作ってユキっていう名前で、正規頑張れーつって。たまに助言してる。こういうことした方がいいんじゃないつって。寝かましてる。女に褒められた方がいいかなと思って。で、同じアカウントで、はじめ社長の悪口を書き込んで、対立させようとしてる今。内部から腐らせようとしてるから。あと1年待ってくれ、俺も。1年自分を YouTube の土台を固めつつ、まず上を崩していくから。まず、セイキンと、はじめ社長をちょっと対立させてる今。俺一人で。アンチコメ書くとさ、その俺に対するコメントで100件ぐらいもあるんだよね。お前はじゃあ楽しいことできるんですかみたいな感じで。俺にはできないけど、俺、セイキンならできますって書いてた。みんな、セイキンよろしくねーつって。俺はセイキンファンだから。事実を俺は信じたい。あいつの可能性を。セイキンとコラボしてて同じ事務所だよ、多分ね。いや、でもあれは面白いわ、正直。あれは正直面白い。なんか、真面目にやってればやってるほど面白いっていうさ。なんかさ、受け狙ってるやつって面白くなくない？まあ、たまにはそういうのもいいんだけどさ。なんか俺いたんだよな。なんだっけ、あいつ。4人組集団みたいなやつ。いない？ 4 人組集団。いや、企業とかも別に普通だと思う。なんだっけ、なんとかそう、禁断ボーイズとか俺ダメだ、ノリが合わねえんだよ。ただめちゃめちゃ人気だよね。めちゃくちゃ人気じゃない？禁断ボーイズ。ただ俺はセイキンの方がいいんだよな。禁断ボーイズが束になってかかっても、セイキンのサムネだけで俺は、セイキンの方がいいな。名前がいいよな、まず。セイキン。YouTube いいよ。だから最近だから俺はちょっとよ、そっちも頑張ってやろうかなと思ってるわけですよ。なんかいい方法ねえかな。俺ニコ生はずーっと続けてきてんだよ。たださ、こっちの負担にならないように、なんか正規に近づく方法ねえかな。なんかねえかな。まあ、動画上げるときに YouTube とニコ動に同じ風に上げるっていうのは最近よく心がけてんだよ。もうちょっと YouTube も軽く力入れてやっていけばもっと視聴者増えると思うんだけどなぁ。ね、お前、名前セイキン、生年月日1987年下なんだ。セイキン新宿に住んでんの。サイン欲しい。サイン欲しい。一緒に写真撮ってほしい。ツイッターであげて、セイキンさんと写真撮れましたつって。俺ガチで欲しいわ。よろしく。お前近づきたいのに応援してるからどんどん遠い存在になれば全然いいじゃん。セイキングレーだったら。やつはいいなぁ。久々になんか大物 YouTuber を発見したね。大物 YouTuber。セイキンの年収1億2000万だし。マジでマジかよ、あんな。ふざけんなよ、セイキンてめえ、この野郎。上納金、納めさせようぜ。上納金、納めさせようぜ。